3、4、おもろい家族パート2。この時間はジャパンホームアンド健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸、廃車事故車の買取大鳥サイクル中島の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャマはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語30周年特別セットプレゼント。この糸物語30周年特別セットというのは、飲むヨーグルト、飲むヨーグルト博多も、食べるヨーグルトプレーン、食べるヨーグルト微糖、ミルクジャムに甘おういちごソースがセットになったもの、すごくすごく豪華なセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね、今日はそうだな、こちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。不思議なメッセージなんですけれどもね、美里さんです。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。小さい頃に間違って覚えた言葉って大人になってもなかなか直せませんよね。私、しゃっくりをずっとひゃっくりと覚えてて、間違いに気づいたのが二十歳を過ぎた頃。そうですか。不思議なメッセージなんですよね。これはなかなかですね。そうですね、それまで誰からも指摘されることなく、奇跡的に文字でしゃっくりと読む機会もなくまあね、そのしゃっくりって言っても、うん、今しゃっくりって言ったかなって思ってもなんとなくもうそれがもうね、なんかこう、うん、話にそんなにっていうことで皆さんから指摘されなかったんでしょうね。で、奇跡的に文字でしゃっくりを読む機会もなく、間違いに気づいてからは気をつけるようになったんですが、あれ、しゃっくりだっけ、しゃっくりだっけと毎回考えてしまう。親になんで小さい頃に教えてくれんかったんと聞いたら、間違えてるのが可愛くってあとのこと。はいはい、3歳ぐらいの子供が間違えるのは可愛いけど、二十歳超えて間違ってるっていうのは恥ずかしいだけ。そりゃそうですよね。そして時は流れ、私も親になり、8歳の次男の話、うん、彼はスパゲッティが言えないんです。スカゲッピーと言っちゃうんです、うん、私が言った後ゆっくり復唱するとスーパーゲッティーと言えるけど、一人だとスカゲッピーひゃっくりで苦い経験してるので、これは早めに直さねばと練習していたんですが、その姿が可愛くって昔の両親の気持ちが分かりました。すると昨日次男がみんなにバレたと報告してきたんです。何でも給食がスパゲッティだったそうで、スカゲッピー美味しそうと言ったらクラスメートが、え、何何ってざわざわしだして、スパゲッティ、スカゲッピー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 コール&レスポンスをして大笑いだったそうで、楽しかったと言ってました。メンタル強いなと思いながら早く言えるようになってほしい。でもパスタって言えば困りませんよねっていう。まあパスタはね、総称ではあるんで、そうなんですよね、はいはいはい、だからまあね、あのパスタの中にマカロニがあったり、スパゲッティがあったり、カッペリーニがあったりっていうものなんでね、あの一応言えた方がまあそうですね、言えるようになりますよ。その間違いに気づいてるからね。分かってるから。そういうことです、はい、そういうことです、はい、あの気づいてなかったら、もともとお母さん美里さんは気づいてなくって、そうです、えって二十歳過ぎにひゃっくりだよねってしゃっくりだったのってこれすごいですすごいよね。それからね、不思議な話というとね、これいきましょうか。男性の方からいただきました。お名前控えておきましょう、30代ですね。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。突然ですけど、アニメやドラマでメガネをかけた登場人物がメガネを外したらものすごい美女だったとか美男だったなんて展開よくありますよね、うん、実は私
残念ながらその逆で、メガネを外すとめちゃくちゃ残念な顔なんです。そんな。あのね、そんなってなんかこう慰めるみたいな感じが余計痛々しくなるんだよね。そのそこは笑わないでいいんですよ。ご本人がそう思ってんだから。かなりメガネに助けられてる顔。我が家の小学4年生の長女がまだ保育園に通っていた頃、パパってめっちゃメガネ似合うよねと突然言ってきたので、私は嬉しく思っていると、急に眉間にシワを寄せて続けて、でもメガネは絶対取っちゃダメ、取ったら小籔さんみたいな顔になるけ。小籔さんとはあの人気芸人の小籔さんだって、こんなところで危険に出されてるっていうのが嫌でしょ。面白くて大好きな芸人さんですが、顔が似てると言われると複雑で。メガネを取るなという長女はまるで12時を過ぎると魔法が解けるとシンデレラに忠告した魔女のようで、私はメガネを取ると魔法が解けてしまうんだとその時心に深く刻み込みました。しかしなぜでしょう、私は一卵性双生児の兄なんですが、弟は母や私の妻、その他いろんな人から若かりし頃の東山のりゆきさんにそっくりだ、そう少年隊の東にそっくりだと言われるんです。すごいね、一卵性双生児の弟さんが、はい、ね、東山のりゆき、うん、そしてお兄さんが小籔和豊。そしてこれは長女が小学1年生のある1年生になった頃のある日曜日、その日は家族4人休みだったので遊びに出かけることになり、私は1人洗面台でメガネを外して髪をセットしていたんです。すると長女がリビングからとことこやってきて、何か言うでもなくただただ私の方を見つめて立っている。髪のセットが終わったので長女に、どう、髪型かっこよくなったと聞いたら、長女はその質問に答えず、パパ目悪くてよかったね。いやいや、目悪くてよかったことなんて全然ないよと答えると、だって目よかったらその顔やろ。そう言い捨ててリビングへ走り去っていきました。ちょっとパパ何か悪いことしたと走り去る長女の背中に問いかけましたが、それに答えることなく振り返る素振りもなく、そっとリビングのドアを閉めました。この話を聞くだけではただ長女が私のことを嫌っているだけだと思うかもしれません。しかし妻も私も少し心配になるぐらい普段は私にべったりなんです。ソファに座ってテレビを見ると急に抱きついてきて大好きと連呼したり、朝私が仕事に行くときはリビングでみんなに仕事行ってくるねと言うと、長女だけが寒くても玄関までついてきてくれて、車に気をつけてお仕事頑張ってねと言ってくれる。そんな長女に嫌われないよう、この命尽きるまで私はメガネ一筋で行こうと思います。いや、メガネ一筋で生きていくと断言します。追伸、数日前私がキッチンで洗い物をしているとリビングから妻と長女の会話が聞こえてきて、パパってかっこいいと妻が聞いたら、うん、どっちかっていうとイケメンの部類やない、じゃあメガネ外したら、それはブサイクやろ。すごいね、こういう時はね、ねえ、もうなんていうか、メガネかけた顔と、はい、メガネ外した顔、うんうん、もう今画像を送るなんて簡単にできるわけじゃないですか、はい、それを送ってきていただければ、はい、それからあのね、1月3日このモーニングジャマは公開生放送、はい、新春隠し芸大会やるんですけれども、メガネを外すっていう隠し芸ですか。そして会場をざわつくっていう。じゃねえんだよ。1月3日ね、はい、おもろい家族の傑作選もやるんで、ぜひあの今ね、あの
受付中です、うん、参加者を受付中っていうことなんで、うん、FM 福岡 あのトップページからね応募フォーム立ち上がってるんで、うん、そこからあの入力しておもろい家族の傑作選やるし金の中地どんぶり当たるし、うん、この前までやっていた男と女の恋愛格言の、新しいステッカーは全員にプレゼントっていうことなんでどうぞお楽しみに。以上おもろい家族パート2でした。